県警は今日、千葉県警と陸上自衛隊と合同で、武装工作員が日本に上陸したことを想定した訓練を行いました。陸上自衛隊大宮駐屯地で行われた訓練には、県警と千葉県警の機動隊や陸上自衛隊の自衛官など、総勢およそ130人が参加しました。訓練は、日本に上陸した武装工作員が検問を抜け、建物に侵入するという想定で行われました。メディアに公開された場面では、千葉県警が車両検問で不審物の有無を確認しました。その後、警察だけでは対応しきれない武装工作員が検問を抜けたため、知事などが自衛隊の派遣を要請したとして、警察車両が陸上自衛隊の部隊が乗る車両を誘導します。警察と自衛隊は互いの車両にそれぞれの隊員を乗せ、連絡を取り合いながら武装工作員が侵入した建物まで自衛隊を誘導しました。公開訓練後には武装工作員を制圧するまでの一連の流れを綿密に確認したということです。この訓練を実施することによって、国民の皆様方が安心に生活できるように、また安心してもらうようにというのが訓練の趣旨でございます。今後もこの訓練を継続していきたいと考えております。